嵐が来ますね、父上。ああ。敵将末春方は兵法に通じ、誇り高い人物と聞いております。実に策にかけやすい相手だね。厳島は瀬戸内海の要所、毛利が手を出せば敵は大軍を率いて一気に勝負をかけてくる。この嵐、海を越えて援軍は来ない。油断した敵を奇襲するのですね。その通り。狭い島に大軍では敵は身動きすら取れない。兵力差を覆すにはこれしかない。ですがただ一つ。何だい、高影。もし敵が厳島を脱出し再起した場合、我らの兵力ではもう対抗できません。そうだね。でももう手は打ってあるんだろ。海賊衆を味方につけました。厳島からはアリ一匹逃がしません。上出来だ。では行こう。はい。秋の少領主であった毛利元就はその知恵を駆使して勢力を徐々に広げていた。そんな中、中国地方に君臨する大大名大内義隆が重臣末春方の強靭に倒れる。中国地方の覇権をめぐり、元就は大内家の実権を握った春方と対立。知略に優れる三男高影と共に罠を張り巡らせた後、仕上げの一手を打つべく末軍を厳島へと誘い込んだ。世に言う厳島合戦、希代の豪将毛利元就の真骨頂がここに。中国の将厳島合戦。意識隠居っぽいね、お互い。やろう。高本が詰めている宮尾城は敵軍に詰められていて偶然の灯火だ。密かに宮尾城の兵士を救援した後、高本と連携して敵本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。この奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。悠長には引けられないよ。あちらに敵がいますが、まだこちらの動きを悟られたくないですね。
この戦果、次の一歩に繋げなくては。敵の奇襲か。今回は障害は潰しておきたいところだが、時間が惜しい。速やかにやらないとね。尋常に勝負いたせ。三種の教え。ここまではうまくいきましたね。そうだね、やろう。ついでに一計仕掛けてみようか。彼の作為をうちの隠密柱にするんだ。なるほど、うまくいけば敵軍を誘導できるかもしれません。みなきけい、宮尾将来の毛利軍が春方様ご本陣に向け打って出るようだぞ。あれは海に出ていた野上よ。大変だ、日本人への道を固めるぞ。うまくいったようだね。これで宮尾城の裏門は手薄になったはずだ。ここまではうまくいきましたね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。はい、どうも。あまり時間はないが、ここは確実に進めていこう。この神社にいる敵軍を放置しておけば、後で攻撃される恐れがある。この戦果、次の一手に繋げなければ。そうだね、やろう。そうだね、やろう。そうだね、やろう。親に楽させてくれる孝行息子だ。矢を筆に持ち替える日も近くなったな。神さんの前で大騒ぎして飽きまへんね。終わりは後ほど行くよ。ただ今は時間がありませんので。素晴らしき戦果よ。厳島の神さんは地域大ハーモニー。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。
動きがないのか。風雨は敵の視界を遮ってくれる上にこちらの気配も消してくれる。嵐様々だよ。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏門からこっそり入ろう。いざ兄上のもとに馳せ参陣。父上と高影に続くのだ。開門。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思いますが。高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなしだ。この戦果、次の一手につなげなければ。はい、わかりました。毛利軍がなぜここに。高本、分かっていると思うが、お前が敗走すればこの作戦は失敗だ。困ります、父上。なぜ私などかかる重要な役に。もっと自信を持ってくれ。お前も毛利を支える矢の一本なんだ。敵将、討ち取ったよ。毛利の軍勢が宮尾城に入ったのか。嵐の中、海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は御勢。光栄の兵を総動員して押し出せ。ひるむな。一息に宮尾城を落としてしまえ。はい、わかりました。お待ちを。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き退避なさるのが上策でしょう。黙れ。お前が元成と親友だったら、元成に情けをかけようとて、そうはいかぬ。奥の手だ。これはどうかな。父上の鮮やかなお手並み拝見しました。敵将、討ち取ったよ。敵将、討ち取ったよ。さあ、いよいよ佳境だ。目指すは末遥かだ。それに広中と高め攻め落とせ。持てる力を尽くせ。この狭い戦場で大軍を動かそうとしてかえって混乱を招くのみです。元成の言うか、
俺自ら引導を渡してくれ。それこそ元就の思うこと。私が手取っていた。船にてお逃げよ。うん、分かった。もうストーリーにしよう。タカ、お前を疑ったこと許せ。さすがに春方だ。引き際を謝るのね。こちらとしては実に都合がいい。開門。父へ参ろうか。はい、わかりました。よし、我らも高影殿に続くぞ。毛利高元を討ち、宮城を落としてくれん。私が死守する。そうだね、やろう。船着き場だ。高金、俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうともこの島から出ることはできません。来ました。末春方はもう逃げられません。俺周到な。まだ負けと決まったわけではない。高元を覚悟を。道を探りたかった。今は時間は、その機会はありません。ここまではうまくいきましたね。Thank you.
上の鮮やかなお手並み拝見しました。敵将討ち取ったよ。叶う相手ではなかったか。はい、どうも。私こそは天下無双、毛利を支える意志となりましょう。敵将討ち取りました。三種の教え、こういう強さよ。ここまではうまくいきました。そうだね、やろう。派遣は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。末春方の軍師広中高兼は古い友人でね。奴なら私の策なんかお見通しだったろう。
末を説得して厳島での決戦を避け、友である私を追い詰めることだってできただろう。逆に末を見捨てて生きることもできた。でもどちらもやらず忠義の家臣として死んだ。歴史上才ある者は孤独だよ。互いに理解できる才の持ち主が同時代にはいないからね。そしてもしいたとしても倒し倒される関係になってしまう。逆もあるのではないでしょうか。倒し倒される関係であっても、その際ゆえにお互いを理解し友となれることもあるかもしれない。際あるがゆえに気づき、理解しているがゆえに信じられるか。君にはそんな存在が現れるといいね。